はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ジャンタマでね、マージャンやっていこうと思います。ということでね、まあトンプ、早く集まった方から行きましょう。4人だね、 OK。 さあ行きましょう。はい、よろしくお願いします。シャーチャースタートですね。どうしようかな、これ染めれなくもないようなそんな感じもするけど、とりあえずね、自敗2つ泣いて、いや、どうしようかな。何は泣かないか。チュンが出たら泣くか。まあチュン出て泣いたとしたら、でもチュンのみになっちゃうかちょっとなるべく面前で行けるなら行きたいかな。そうなると、さてさて、あとね、いつも時間なくなっちゃうからね、なるべくこの20秒をしっかり大事に使っていきたい。っていうか、まあ5秒継ぎ足されるやつをね、5秒か3秒か継ぎ足される時間のうちでね、なんとなるべく、打っていきたいという感じかな。ドラの近く引いてきたので、それにひっつくのがいいのかな。まあポンしますか。ポンして一旦トーン捨てるけど、できれば、ドラ引いてテンパイがいいかな。ドラ引けないとちょっとね、多分チュンのみで終わりそうだから、まあとりあえずワンズの、あっと、ここでリーチがかかる。さてどうしよう。おっと、そこが、あーでも今捨てたとこだから、まあ安牌だけど、こっち大丈夫かな。こっちでも大丈夫ならダメかな。あ、大丈夫だった、よかったよかった。一応テンパイだね。でもドラ待ちだから、まあ出ないだろうなというね気もするけど、そうなるあーでもそっか、まあこっち捨てよう。そうすれば、まあ一応ね、テンパイしてる状態で、まあでもあと1枚しかないのか、表示牌に出てるから。でも振り点になっちゃうもんね、こっちにしたら。ドラが出る。これこっちに、まあ振り点か、よく見たら一巡目に切ってたか。まあ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 、このまま終わるなら仕方なしか。おっと、ピンズのがむしろ危ないかな。振り点、ああそうか、スッチ、ああどうしよう、ちょっと待って振り点になっちゃったけど、ああはいはい、両ピンカンチャンだったね。1000-2000か、4000点。はい、まあ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 、さあ次行きましょう。お、今度こそなんか染めれそうなっていうか、バラバラだなこれよく見たら全然バラバラだった。九州九杯流しましょう。まあ仕切り直して次行きましょう。さて2、3、4の3色が
作れたら嬉しいなぐらいの、いや微妙かちょっと微妙だな。345、あ、むしろ345の方が、345の方が可能性あるか。ちょっと今言いそう切ったのはどうだったのかパーピン先だった気がする。パーピンとかパーワン先だったか。ちょっと失敗したな。まあでも大した問題じゃないと言えばないか。結局多分切るからね。まあリャンズを引いた時ははっきりね失敗だけどね。まあでもリャンズを引いたところでなんかそんなにいい感じにはならないから空振りだな。さてさて、で、缶で新しく出たドラが、三蔵なのか。なるほど。そうしたら、どうしようかなこれ。お、あー、どうするこれ。ちょっと待って、345で3色をやろうと思うと頭どこって話になるよな。あれこれよくわかんないな。一回こうしようか。あれ当たるんか。それはしかもちょっと高い。初ドラドラドラ。そうか、345で赤含めてるのか。痛いな。振り込んでしまいましたが、親が来た。ちょっと気を取り直して、しっかり上がっていきたい。おっと、なんてこった。そうか。急走から切るべきだったか。失敗したが、パーピン引いたのはよしだね。さあ、これはまあちょっと泣けるとこは泣いちゃって、上がってね、連チャンしていきたい。点数は2の次でね、ちょっと、親をね、続けていきたいかなと、いうところですが、なんだこの、統一ばっかり捨ててる感じ。で、ドラが出た。誰も泣かないか。まあ、今のうち出ちゃうか。おっと。そうか。ちょっとひどいな。なんか川のリサイクルができたらかなり良さそうな手なんだけど。困ったね。あー、リーチが来ちゃうか。大丈夫かな。チュンも大丈夫かどうかは謎だけどね。Q1 通る。Q1 通る、ありがたい。それポンしちゃおっか。ちょっと手を進めないと。ドラ通るのかな。これは、ああ、でも、ローソー切ってるのか。これで振ったらちょっと、危ねえ。もうどうにもならないところだったけど、通ってくれたね。さあ、そこポン入って、ローピン。うわぁ、ちょっとこれは、おっと、ウーワンが通る。どうしようかな。ウーピンか、スーソーにくっついてもらって、っていうところなんだけど、ウーピンとりあえず通るのが分かったね。だから、スーソーにくっついて、
追いつくのがベストだが、ちょっとそれは、まあでも一旦ウーピン切るか。ここな、一走が通るから、まあそうね、切るならこっちからかな。なんとかテンパりたいんだけど、まあ最悪一ピン出たら、あっと、あーそこで振り合うか、危ねえ危ない下手したらまた振り込むところだった。あ、でもトップが降りてきたから、まあ俺の点数はね一番低いけど、まだ追いつけないこともない。あ、トップではない、ん、トップが降りてきて、2万9000まで下がってきたのかな。これあれじゃない、射入、あ、難入パターンじゃない、下手したら。まあでも上がりたいね、とりあえず。俺が上がればほぼ難入しそうな感じですね。さあさあさあ、なんとか上がりに行きたいが、どうしようかな。これさっきはね、ちょっと自敗をね早々に切ったらどんどん重なるっていうパターンだったから、パーピンのね浮いてる方から切っていこうか。でだ、まあ少なくともペー、ああどうしようかな。まあ何はいらんか、とりあえず。で、仮にね、ペイは泣く前提で、パワー頭として、それぞれ1面ずつあるって考えれば、これもう、イーシャンテンか。オッケーオッケー。とりあえず、上がろう。上がろうというか、これ上がれないと一回も上がれずに終わりかねないから、そこは、どうだろうな。まあでも一旦、持っとくか。まあでも結局、結局切るよな。とりあえずペイなくとペイのみだから、できればね、リーチかけれるような感じにしたいけど、あれ？そっち？ああ、でも、サブロッキュー1。サブロッキュー1にして、今度2ピン頭にすればいいか。オッケー。これはリーチしたいかな。リーチしようか。あ、でもシャボもある？シャボもあるかな。前もね、これ2面にして、一発でね、シャボ積もってきたことがね、何回か前にあった気がしたけど、まあいいや。これはちょっとでも、2面でリーチしよう。上がりを優先に。とりあえずね、上がれば、あーっと！あ、短期かい。はいはい、なるほど。あ、しかもそこが上がると3万点超えちゃうから何にもしない。4着で終了すると、悲しい。はい、という感じでね。おっと、なんだ？何これ？今日も張り切ってるにゃ。何これ？私も頑張って麻雀を練習して、ご主人に受けたご恩を返すのにゃ。ちょっと今動画をね、締めようと思ったら何か言われたけど、何だったの？はい、というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。